松本一馬、北山博光との爆笑コラボ。INZM 歌ってみた動画が面白すぎると話題に。キスマイ北山博光が口ずさんだ、INZM。ナンバーアンダーライン愛への熱い思いに涙が止まらない。北山博光さんが口ずさんでいた INZM が話題になったのは、ファンにとってまさに感動的な瞬間でした。INZM は、ナンバーアンダーライン愛という新たなグループによる楽曲で、 メンバーは平野翔さん、岸優太さん、神宮寺優太さんの3人で構成されています。この3人は、かつてジャニーズ事務所で活動していたスターたちで、現在は新しい所属事務所、戸ベで新たなスタートを切っています。その中で、北山くんとこの3人の親しい関係は、多くのファンの間で広く知られています。そのため、北山くんが INZM を口ずさみ、軽くダンスを披露したことは、 瞬く間に SNS で話題を呼び、彼の友情と愛情が垣間見える瞬間となりました。ナンバーアンダーライン愛と北山博光さんの友情 INZM を通じて示された友情は、ただの偶然や一時的な出来事ではありません。ナンバーアンダーライン愛の3人はジャニーズ時代からの長い付き合いであり、北山君自身もその歴史を共有しています。共にアイドルとして同じ舞台に立ち、 困難や喜びを分かち合った彼らの絆は非常に深いものです。この絆が北山くんが INZM を口ずさむ姿に現れ、ファンにとってもその友情の深さを感じることができる瞬間だったのではないでしょうか。このエピソードからもわかるように、アイドル業界での友情や絆は非常に特別です。競争の激しい世界の中で、お互いを支え合い、励まし合いながら成長してきた彼らの姿は、 多くの人々にとって感動的であり、また尊敬に値します。松本一馬さんと北山宏光さんの歌ってみたプロジェクト。そして、さらに興味深いのは、一馬さんと北山さんの歌ってみたコラボレーションです。YouTube で公開されたこの動画は、ファンにとって特別なプレゼントとなりました。動画内で、一馬さんは北山さんを笑わせるためにいろいろな仕掛けを用意しており、その姿勢がとても素敵で、 自然体な二人のやり取りに多くのファンが心を奪われました。カズマさんの INZM と北山さんのコラボレーションは、偶然の産物ではなく、彼らの間にある深い絆とリスペクトから生まれたものです。このようなプロジェクトが存在することで、アイドル業界の中での友情がどれほど貴重で、彼らがいかに互いに刺激し合いながら成長しているかを改めて感じさせられます。ドラゴンボールとのコラボレーションに期待。さらに、 最近のファンの間で話題となっているのは、北山さんの「カミック・とットナンバー・アンダーライン・アイ」の INZM が、アニメ、ドラゴンボールのオープニングとエンディングテーマに採用されるのではないかという噂です。確かに、これが実現すれば、両者にとって大きな話題となることは間違いありません。ドラゴンボールは、世界中で愛され続けているアニメで、その音楽は多くの人々にとって特別な存在です。 もし北山さんとナンバーアンダーライン愛の楽曲がこの伝説的な作品とコラボレーションすることになれば、彼らの存在感はさらに高まるでしょう。また、北山さん自身が MC でカメハメミを放つ姿を見たファンからは、これは伏線なのでは、という声もあり、期待がますます高まっています。INZM が示す新たな未来。INZM という楽曲は、ナンバーアンダーライン愛にとってただの新曲ではなく、 新たな時代のの幕開けを象徴すするものですかつてジャニーズという大きな舞台で活躍していた彼らが新たな事務所都米で再び集まりアイドルとしての活動を続けている姿は業界における変化や挑戦の象徴ともいえます。また北山君が INZM を口ずさむという行為はただの友情の表現にとどまらずアイドル業界全体における連帯感や共感を示すものでもあります。 このような瞬間は、ファンだけでなく、同じ業界で活動する他のアーティストにとっても大きなインスピレーションとなるでしょう。最後に、北山博光さんとナンバーアンダーライン愛の3人の関係は、アイドルとしてのプロ意識や友情、そして新しい挑戦への意欲を象徴するものです。彼らが一緒に過ごしてきた時間と経験が、現在の活動にどれだけ大きな影響を与えているかが明らかになっています。彼らのように、 自分の夢を追い求め、仲間との絆を大切にしながら前進する姿は、多くの人々にとって励ましや希望となるでしょう。そして、これからも彼らがどのような活動を展開していくのか、ますます目が離せません。INZM という楽曲を通して、彼らが伝えようとするメッセージや情熱、そしてそれを共に分かち合うファンの皆さんとの絆は、これからも輝き続けるに違いありません。そして、 この新たな挑戦が、彼ら自身の成長だけでなく、日本のエンターテインメント業界全体にとっても新たな風を吹き込むことを期待しています。これからの彼らの活動を考えると、INZM が持つ意味はさらに深まることでしょう。この曲は、ナンバーアンダーライン愛の三人にとっての新たなスタート地点であり、ファンと共に未来へ進むための道しるべでもあります。そして、その旅路の中で、 北山宏光さんとの友情や共演が持つ重みは、彼らの絆がどれほど強いかを証明しています。アイドルとしての成長と新たな挑戦。アイドル業界は、常に新しい才能が登場し、激しい競争が繰り広げられています。しかし、その中で生き残り、さらなる高みを目指すには、ただ才能があるだけではなく、情熱や努力、そして仲間との信頼関係が不可欠です。 ナンバー・アンダーライン愛の3人が飛ベで新たな挑戦を始めたことは、単なる転身ではなく、自分たちの夢を再び追い求めるという決意の表れです。一方、北山宏光さんはキスマイ f t 2での長いキャリアを経て、これまでに数々の成功を収めてきました。しかし、彼もまた、新たな可能性を探求し続けているのです。彼が INZM を口ずさみ、ナンバー・アンダーライン愛と交流する姿からは、 年齢や経験に関係なく、常に新しいことに挑戦し続ける姿勢が感じられます。こうした彼らの姿勢は、多くのファンだけでなく、同世代や後輩のアーティストたちにも勇気を与えていることでしょう。ファンとの絆が作る未来、ファンの存在は、アイドルにとって最大の支えであり、エネルギーの源です。北山さんが INZM を口ずさむことで SNS が盛り上がり、ファン同士が交流する姿は、 まさにその一例です楽曲を通じて共有される喜びや感動は、アーティストとファンが一緒に作り上げる特別なものです。最近では、ファン同士が SNS や YouTube などのプラットフォームで情報を共有し合い、アーティストの活動を支援する動きがますます広がっています。北山くんとナンバーアンダーライン愛のエピソードが広く知られるようになったのも、ファンたちの熱い応援やコミュニケーションのおかげです。 ファンがアーティストを応援することで、彼らの活動がより大きな舞台で評価され、新たなチャンスやコラボレーションが生まれることも多々あります。今後への期待。INZM が描く世界は、今後のナンバーアンダーライン愛の活動を予感させるものであり、彼らが目指す新たな夢や挑戦を象徴しています。そして、その道のりを共に歩むファンや仲間との絆は、彼らの活動を支え続ける大きな力となるでしょう。 北山宏光さんをはじめとする多くのアーティストたちとの交流や影響が、ナンバーアンダーライン愛の成長に新たな刺激を与え続けることでしょう。私たちファンにとっても、彼らの旅は始まったばかりです。これからどのような音楽やパフォーマンスで私たちを驚かせてくれるのか、どのようなストーリーが待っているのか、期待と興奮は尽きません。そして、INZM という楽曲を通して、彼らが伝えようとするメッセージや夢は、 私たち一人一人の心に刻まれ続けることでしょう。彼らの今後の活躍を応援しながら、私たち自身も自分たちの夢や目標に向かって進んでいく勇気をもらうことができる。そんな素晴らしい瞬間を、これからも一緒に共有していきましょう。北山君とナンバーアンダーライン愛の友情、そして彼らの新たな挑戦に拍手を送りつつ、次のステージで彼らがどのような輝きを見せてくれるのか、心から楽しみにしています。